大学、根岸君中央大学、以上10秒6秒前の選手がプラスで決勝に進出いたします。続いてスクリーンには先ほど終了いたしました女子 100m 競走準決勝の結果、決勝に進出するプラス2名が表示されております。松本さん、鶴文化大学、中村さん、大阪成蹊大学、以上12秒06までの選手が決勝へ進出いたします。